どうもこんにちは。あなたはギャンブルをしますか？ギャンブルが好きですか？少しのギャンブルは退屈な日常生活に刺激を与えてくれるものですが、のめり込みすぎるとギャンブル依存症になり、悲惨な末路をたどることになるんです。そこで今回はギャンブル依存症と噂の芸能人、有名人についてまとめてみました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではまず、ギャンブル依存症の男性芸能人、有名人をご紹介していきます。あのイケメン俳優もギャンブル依存症の疑いがあるというので驚きでした。徳光和夫さん、生年月日1941年3月10日、出身東京都目黒区。フリーアナウンサーの徳光さんはギャンブル依存症の疑いがある芸能人ですね。息子の徳光正幸さんが2018年にダウンタウンデラックスに出演した際に、徳光和夫さんが現在までにギャンブルに負けた総額はなんと10億円くらいと暴露しています。10億円、信じられない額ですよね。またお給料はほとんどギャンブルにつぎ込んで、月初めにはお金を探して家中を物色したり、徳光正幸さんのお年玉を2倍にして返してやると言って持って行ってしまったことがあるそうです。このエピソードを聞くと、徳光さんは筋金入りのギャンブル依存症と言えるのではないでしょうか。六角精児さん、生年月日1962年6月24日、出身兵庫県高砂市。個性派俳優の六角さんもギャンブル依存症の疑いがあります。もはや疑いではなく、生粋のギャンブル依存症かもしれません。六角さんは20歳以前からギャンブルにのめり込み、パチンコ、パチスロ、競輪、競艇などのギャンブルをやってきて、収入の8割はギャンブルに消えて、家賃を7ヶ月も滞納していたことがあったそうです。ギャンブルのせいで借金は最大1000万円、そして借金返済のためにもらった妻の祖母の遺産は全部ギャンブルに使ったというクズエピソードの持ち主です。高藤力さん、生年月日1967年9月28日、出身兵庫県神戸市。元関脇の高藤力さんもギャンブル依存症でした。このことはテレビ番組のしくじり先生で告白していますね。ギャンブルでの負債はなんと5億円にも上るそうです。高藤力さんはお父様がギャンブル依存症のような状態で、子供の頃からギャンブルが身近にあったのだそうです。そのため最初はギャンブルに嫌悪感を抱いていたそうです。しかし10両の頃、化粧回しを作るための400万円を知人に持ち逃げされ、なけなしの10万円をギャンブルにつぎ込んだところ、なんと400万円に増えたそうです。それをきっかけにギャンブルにのめり込み、ギャンブル依存症になってしまったそうです。そして5億円も負けてしまい、借金は最大2億円にも上ります。さらには野球賭博にまで手を出してしまい、角界を追放されています。まさに転落人生ですよね。一度はギャンブルを完全にやめたそうですが、2017年にテレビに出演された時は韓国でカジノをやってしまったと告白していますので、まだ完全にはギャンブル依存症から脱却していないのだと思います。徳井健太さん、生年月日1980年9月16日、出身千葉県。平成のぶしこぶしの徳井さんは今までにギャンブルで5000万くらい負けているそうです。また2017年に出演されたさんまのお笑い向上委員会では、ギャンブルによる借金が2000、3000万円もあると発言し、周囲の人をドン引きさせていました。徳井さんはご結婚されていますが、結婚後に奥様から教習所の費用をもらった際に、それを全額ギャンブルにつぎ込んだり、家族の貯金やお子さんのお年玉にさえ手をつけてしまったというエピソードを持っていますので、完全にギャンブル依存症なのだと思います。浜田光一さん、生年月日1928年9月5日、出身千葉県君津郡青堀町。自民党の政治家だった浜田さんもギャンブル依存症の可能性がありました。浜田さんは1973年にラスベガスのカジノで4億6000万円を一晩で吸ってしまったことが1980年になって発覚しました。バカラで負けてしまったとのことですが、いくら国会議員でお金持ちだとしても
一晩で4億6000万円も負けるというのは普通ではないですよね。次こそは、と深追いしてしまって、これだけの借金総額になってしまったのだと思いますが、とても恐ろしいですよね。伊集院生さん、生年月日、1950年2月9日、出身、山口県防府市、作家の伊集院さんは、ギャンブル依存症だった過去を、著作内で告白しています。伊集院さんは夏目雅子さんとご結婚されていましたが、夏目さんが亡くなった後は破天荒な生活を送っていたそうです。ギャンブルにはまり、全国の競輪場を回って車券を買い漁っていたそうです。そして、負けた総額はビル1棟分とまでの噂があります。まさに破天荒そのものですね。この時のギャンブル依存症だった様子は、夢は枯れ野を対競輪走うつ旅行というエッセイに書かれていますので、ぜひ。三重春さん、生年月日、1966年11月13日、出身、東京都府中市、タレントの三重春さんは、しくじり先生で、ギャンブル依存症であることを告白しています。大学時代にパチンコにはまり、それが原因で大学を中退しています。大学を中退してもギャンブルを止められず200万円を借金。それをお母様が肩代わりしてくれたそうです。それでもギャンブルを続け500万円の借金を作り、それすらもお母様が返済してくれたそうです。そして、これはギャンブル依存症のあるあるだと思いますが、三重春さんはギャンブルを推理ゲームと例えていました。そうやってギャンブルではないと自分に言い聞かせているんですね。もちろん、三重春さんは今でもギャンブルをしているそうですよ。クロちゃん、生年月日、1976年12月10日、出身、広島県東広島市、お笑い芸人の安田大サーカスのクロちゃんも、ギャンブル依存症の可能性があります。2017年にメンバーのヒロさんが脳内出血で緊急入院した時の話です。安田団長はすぐに病院に駆けつけたそうですが、クロちゃんはすぐにはお見舞いに来なかったそうです。安田団長がクロちゃんにヒロさんが入院したことを知らせたら、クロちゃんはパチンコ中だったようで、今パチンコ出てるんすよね、と言ったのだとか。このエピソードはダウンタウンデラックスで披露されています。人の命よりもギャンブルを優先させるなんて、ギャンブル依存症の可能性は高いですよね。ただ、クロちゃんの場合は、テレビでも知られている通り、単なるクズという可能性も残されています。藤原竜也さん、生年月日、1982年5月15日、出身、埼玉県秩父市。藤原さんは以前にギャンブルをテーマに描かれた映画、カイジにて、主役のカイジを演じていましたが、実はリアルカイジの可能性があるんです。藤原さんは爽やかな好青年のイメージがありますが、趣味はお酒とタバコ、競馬、麻雀、野球観戦、プロレス観戦とのことです。完全に昭和の親父と言えますよね。また、休日には競馬場に朝から行くのが義務化していると語るほど、ギャンブルである競馬にのめり込んでいるようで、依存症になっているかどうかは不明ですが、そこまでのめり込んでいるということは、いつギャンブル依存症になってもおかしくない状態だと言えるでしょう。阿部寛さん、生年月日、1964年6月22日、出身、神奈川県横浜市、俳優の阿部さんにも、まさかのギャンブル依存症の疑いがあります。阿部さんは今でこそ売れっ子俳優になっていますが、メンズノンノのモデルを経て俳優業を始めた頃は、あまり売れず、3年間ほどパチンコで生計を立てていたそうです。1日に25万円も負けてしまったこともあるほど、のめり込んでいたとのことですので、この時はギャンブル依存症のような状態だったと思います。坂上忍さん、生年月日、1967年6月1日、出身、東京都杉並区、タレントの坂上さんも、ギャンブル依存症の噂がある芸能人ですね。坂上さんは競艇好きで有名ですが、2016年に、しゃべくり7 2時間スペシャルに出演された時には、その年に稼いだ金は、全部大晦日の競艇につぎ込むことを告白しています。2015年の競艇には6000万円をつぎ込んだらしいです。そして、今までに負けた総額は3億円にも上るとのこと。坂上さんのギャンブルに関しての逸話は数知れずです。
坂上さんはアルコール依存症の噂もありますので、とにかく破天荒な方なんですね。畠山和弘さん、生年月日1982年9月13日、出身岩手県花巻市。ヤクルトスワローズの畠山さんもギャンブル依存症の可能性があります。畠山さんは無類のパチンコ好きとの噂です。野球ファンの間では有名な話ですよね。全体練習終了後に個人練習をやっていると言いながらもパチンコ屋に行ったり、休日は朝からパチンコ屋に並んでいたりと、パチンコ狂であるエピソードは数知れずです。それでも2015年には打点王を獲得して優勝に貢献しているので、やるべきことはやっているという感じなのだと思いますが、練習していると嘘をついてパチンコをするというのはすごいですよね。内山信二さん、生年月日1981年9月25日、出身東京都葛飾区。子供の頃から芸能界で活躍している内山さんもギャンブル依存症の疑いがあります。内山さんはパチンコやスロットがとにかく大好きで、北海道から沖縄県まで旅をしながらパチスロをする、旅打ちもしたりするそうです。内山さんは、あと僕負けたことは忘れるようにしてるんです。もちろん勝ちたくて言ってるけど、負けた時は遊び行った、もしくはパチンコ屋に貯金したと考えるようにしていますと語っています。この考え方はギャンブル依存症特有のもので、ギャンブル依存症あるあるですよね。林修さん、生年月日1965年9月2日、出身愛知県名古屋市。予備校講師から今でしょのセリフで一躍人気タレントになった林さんは、一見とても真面目な方に見えますが、実はギャンブル依存症だった過去があります。2016年の NHK スタジオパークからこんにちはで、過去にギャンブルが原因で1800万円の借金を背負っていたことを告白しています。学生時代から麻雀やパチンコにのめり込み、社会人になってからは競馬や投資にのめり込んで、林先生はギャンブルについて身の破滅につながる場合もあり、推奨はできないと前置きしながらも、僕がギャンブルやってなかったら今この場にいないと思いますと断言していました。そうしていくうちに気づいたら借金を抱えていたそうです。こんな風に言えるのは本当にギャンブルが好きなのだと思いますよね。萩原雅人さん、生年月日1971年8月21日、出身神奈川県茅ヶ崎市。俳優の萩原さんは無類の麻雀好きで知られていますよね。萩原雅人リーグという自らが主催する麻雀リーグを開催するほどの傾倒ぶりで、プロ雀士としても活動しています。プロである以上ギャンブル依存症というわけではないのかもしれません。しかしそこまで入れ込んでしまうのはギャンブル依存症の素質が十分にあると言えますよね。ダルビッシュ有さん、生年月日1986年8月16日、出身大阪府羽曳野市。メジャーリーガーのダルビッシュ有さんは、過去にルーキーのキャンプ中に未成年なのにタバコを吸いながら慣れた手つきでパチンコをしているところをスクープされました。18歳で注目を集める立場なのにパチンコってなかなかないですよね。その後ダルビッシュ有さんは意識高い系のプロ野球選手へと成長していきましたが、まだパチンコが好きなのかなと思わせるツイートもしていました。柴田さんが、実はいい人って自分はしてます、ハーデスっての気になってきた。こちらのハーデスというのはパチスロの機種の名前ですね。今でもパチンコが好きなのは治っていないのでしょう。有田哲平さん、生年月日1971年2月3日、出身熊本県熊本市。クリームシチューの有田さんはカジノが大好きな芸能人です。以前にラジオではラスベガスや韓国のカジノにたびたび出向いていることを話していましたが、韓国のカジノに行った時に全額吸ってしまって所持金がなくなってしまったことがあるそうです。その時偶然出会った三河健一さんにお金を借りて無事に帰国できたというエピソードをラジオで披露していました。一文無しになるまでギャンブルをしてしまうのは完全にギャンブル依存症の症状ですよね。ギャンブル依存症とはギャンブルに精神的に依存している状態のことです。ギャンブルをせずにはいられない、
ギャンブルのせいで日常生活に支障が出ているにもかかわらず、ギャンブルをしてしまう状態のことです。つまりギャンブルを止めたくても止められない状態のことですね。ギャンブル依存症は精神疾患の一つであるとされていて、医学的にはギャンブル障害という名前になっています。ギャンブル依存症というと、私は大丈夫、ギャンブルはちょっと楽しむだけだし、と思っているかもしれませんが、ギャンブル依存症の人数は意外と多いです。日本人男性は約10人に1人がギャンブル依存症、またはギャンブル依存症の疑いがあると言われていますので、そう考えると身近にも依存症になっている人がいるかもしれないですね。続いて、ギャンブル依存症の女性芸能人、有名人を紹介していきます。高橋直子さん、生年月日1972年5月6日、出身岐阜県岐阜市、シドニーオリンピックの女子マラソン金メダリストで国民栄誉賞を受賞された高橋さんはギャンブル依存症という噂があります。過去にパチンコが好きで夢中になっているという報道がありました。また競馬や競輪もやっているという報道もありますね。好感度が高い高橋さんがギャンブル依存症の可能性があるなんて、ちょっと衝撃的な噂ですよね。椿鬼奴さん、生年月日1972年4月15日、出身東京都渋谷区。お笑い芸人の椿鬼奴さんは無類のパチンコ好きで、休日は朝から晩までパチンコ屋さんにいるとのことですから、ギャンブル依存症の疑いがありますね。自身のネタにパチンコ台、海物語の話を織り交ぜるほどのパチンコ好きです。全然当たらなくても打たないよりはいいと発言していました。また夫婦でパチンコ番組で旅打ちも行っています。ちなみに椿鬼奴さんの旦那さんは椿鬼奴さん以上にギャンブルが好きで、借金もあるほどのギャンブル依存症です。夫婦でギャンブル依存症というのは歯止めが効かない、かなり恐ろしい事態と言えますね。普通ならそんな借金持ちのギャンブル好きとはいくら好きでも結婚しないと思うものですが、自分もギャンブル依存症気味なので旦那さんのことを理解できるのかもしれません。吉高由里子さん、生年月日1988年7月22日、出身東京都。女優の吉高さんは大のパチンコ好きで、ギャンブル依存症の疑いがある芸能人です。デビュー前はパチンコ屋に出入りしていて、よくパチンコをしていたという目撃情報もあります。しかも腕前はプロ並みだという噂があるほどです。今の女優の姿からはちょっと想像がつかない過去ですよね。ギャンブルが好きな理由として、人生はギャンブルみたいなものだからと答えていました。太田光代さん、生年月日1864年7月6日、出身東京都府中市。爆笑問題の太田光さんの奥様であり、芸能事務所タイタンの社長である太田光代さんはギャンブル依存症の噂があります。太田光代さんはギャンブルが好き、特にパチンコが好きという噂です。爆笑問題が干されていた時は太田光代さんのパチンコ・パチスロの稼ぎで爆笑問題の2人は生活していたというエピソードもあるほどです。フジテレビ721の天才のパチンコにも出演されていましたよね。ただ調査した感じだと、この方の場合はギャンブル依存症まではいかずに、自分でストップをかけられる状態だと思います。菊池亜美さん、生年月日1990年9月5日、出身北海道北見市。タレントの菊池さんは2013年頃からカジノにハマっていることを告白しています。3ヶ月に1度のペースで韓国など海外のカジノに通っていると過去に発言していました。負けた最高額は20、30万円と告白していますので、今までのギャンブル依存症の人と比べると少額ですが、一般的な金銭感覚で考えると20、30万円でもかなりの額と言えるでしょう。3ヶ月に1度のペースで海外のカジノに通うというのもかなり依存している傾向にあると言えるのではないでしょうか。和田アキ子さん、生年月日1950年4月10日、出身大阪府大阪市。タレントの和田アキ子さんはパチンコが大好きであることを公言していますよね。以前アッコにお任せでギャンブルの話になった時に、でも
光栄ですからね。一応パチンコ屋はと納得いかない様子で発言していました。国山アナがそこですかさず、パチンコは公営ギャンブルじゃなくて遊戯ですからねと和田さんの発言を訂正していました。パチンコはギャンブルであることは間違いありませんが、一応法律上はギャンブルではありません。でもそんなことを忘れて発言してしまうくらいにはパチンコにはまっているのでしょう。後藤真希さん、生年月日1985年9月23日、出身東京都江戸川区。元モーニング娘。の後藤さんはモーニング娘。を卒業し、芸能活動を休止している時に朝からパチンコに興じている姿を週刊誌に報じられたことがあります。朝からパチンコ屋にいるということは、暇つぶしにちょっとパチンコをするというのではなく、がっつりパチンコにはまっている可能性が高いですから、ギャンブル依存症の可能性がありますね。加えタバコで携帯を片手にパチンコを打つ後藤さんはちょっと格好良さそうな気がしますが、見る人によってはヤンキーに見えるかもしれないですね。高島彩さん、生年月日1979年2月18日、出身東京都世田谷区。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する高島彩さんも実はギャンブル依存症の疑いがあります。とても清楚で真面目なイメージがある高島彩さんですが、学生時代の雑誌のインタビューでは麻雀とパチスロが趣味と答えていました。サミーの獣王がとても好きで、徹夜でパチンコ屋に並んだというエピソードもあるほどです。これは意外な事実で驚かれたのではないでしょうか。ここまでギャンブル依存症の噂の芸能人、有名人をまとめてみましたが、いかがでしたか。ちなみにギャンブルによる借金で自己破産は認められていません。そのため借金は残りますし、どんどん雪だるま式に増えていくことになります。そして最後には仕事も友人も家族も失ってしまい、残っているのは借金だけになります。ギャンブル依存症の人には悲しい末路しか待っていないのです。ギャンブル依存症は精神疾患の一つなので、専門家の治療が必要になります。アルコール依存症や薬物依存症と同じ状態と言えます。きちんと治療を受けるようにしましょう。そして何よりギャンブル依存症にならないようにすることが大切です。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。